さあ始まりました歌ネタ作り中第8回目の配信の出演者おばたのお兄さんです。よろしくお願いします。みんな見てますでしょうか。見てんのかな。見てます。まだ集まるまでちょっとお時間ください。そうですよね、集まるまでね。あれこれって録画機能みたいのもあるんでしたっけ。ありますあります。あ、なるほどなるほど。じゃあもう普通に進めてっていい感じなんですかね。いいですかね、うん、はいはい、ということでこの番組は歌ネタ作り中というタイトルの通り、芸人たちのリアルなネタ作りの現場だったりネタ作りの裏話だったりを生配信でお届けしていく番組となっております。ということで、ああでも見てくれてるわ。嬉しい嬉しい、よかった。おばたのお兄さんバタニンマリ、ああコアファンがいますね。好き、見てる。機関車大バタって、これ同じやつばっかだな。めちゃくちゃ見てくれてると思ってた。カズサちゃんばっかりだったわ。リコちゃんもありがとう。まあでもね、少ない方がこうやってね、名前呼んでね、こうやって反応できますから、ありがとう。あ、でも一応100人ぐらい、あ、101、102、103、104人、あ、なるほどね、こうやって見てくれてるということで、皆さんどんどんね、コメントしていただけたら、僕もね、それに反応できますので、お願いいたします。ということで、まあ実際に今日はですね、まあ、僕も歌ネタっていうのがね、実はあるんですよ。まあ昨日って言って首傾けてるだけじゃないので、その歌ネタをですね、中身を一緒に作っていけたらななんて思っておりまして、まあ途中皆さんにね、協力していただく場面もあると思います。あると思いますので、よろしくお願いいたします。あ、ジタバタオバタの最後好き。お、そうですよ。まさにジタバタオバタを今日ね、ご紹介して、その中身を皆さんと一緒に作っていこうではないかということなんでございます。皆さんどんどんコメントしてください。あ、一応200人ぐらい、178人か今のところ、180人、あ、なるほどなるほど、ちょっとずつ増えてきてますね。ありがたいです。ね、皆さんどんどんコメントの方もね、していただければありがたく思っております。今ですね、僕はちょうど小田原の現場に行ってきまして、まあ、営業っていうんですかね。多分ね、一般の方はこの営業って何なのっていう方が結構多いと思うんですけど、営業っていうのは、まあ、劇場っていうのが言ったら本当に劇場の舞台ですね。お笑いステージです。で、営業っていうのは例えば、イオンモールとか、なんかどっかのイベントスペースでネタをやるっていうのもあるんですけども、企業さんがね、呼んでくれて、その企業さんの、例えば今日行ったのはラスカっていう、ショッピングモールみたいながあるんですよ。小田原にラスカっていうショッピングモールがありまして、そこのいろんな店舗の店長さん、副店長さんの集まりの前でこうネタをやるっていうね、まあ、今日はね、ありがたいことに大盛り上がりで、はい、やったんですけどね、小田原だったんですけど、3週間前ぐらいかな、もう小田原の同じ現場がありまして、まあ、とある企業さん、まあなんていうんですかね、こうドカタ系のこう企業さんで、行ったらですね、畳のところにね、1人に、いや3人につき1人ぐらいのコンパニオンがバーってついてまして、ドカタのお兄さんたちがバーっていまして、僕のことなんか1ミリも見てないんですよ。で、そのコンパニオンのお姉さんたちは僕に興味があるとっていう、これ分かります、最悪の状況なんですよ。なるほど。自分が今ってやってるお姉ちゃんたちが、そのお姉ちゃんが自分らを無視して僕のことを見てるっていう最悪の状況。でも、ただお金のために20分間我慢したっていう、それを今日は払拭できた。で、盛り上がったので払拭できたということで、もう気分よくね、来させてもらってますので、はい、皆さんもね、ちょっとお手伝いいただけたらなと思っております。そして、実はこの番組ですね、吉本芸人による楽曲、歌ネタなどを配信しているラフ&ピースミュージックというね、こちらラフ&ピースミュージックさんがお送りしておりますので、この場で皆さんと作った歌ネタが実際に後日配信されるかもしれないというチャンスもあるんですね。これ実はですね、例えば、皆さん知ってそんなところで言うと、シュンシュンクリニック P とかは実際にこのラフ&ピースミュージックさんから配信されて、それがさらにライブダムとかね、カラオケでの配信にもなってますから、今日できたネタがそのまま、ラフ&ピースミュージックさんで配信され、それがカラオケになるかもしれない。だから、あなたが作ったネタがそのままあなたがカラオケで歌えるかもしれないという、こんなチャンスがありますから、皆さんぜひぜひですね、僕はですね、もうネタの中身なんかも考える才能一切ございませんので、本当に僕はいろんな人の助けを借りながらネタをいつも考えています。
ここにいるね、関野くんっていう作家がいるんですけど、もう関野くんからもらったネタもめちゃくちゃあるんで、皆さんもいっぱいネタを提供してください。お願いします。そうですよ、関野くんの、ね、もう本当に去年 R1 グランプリの準決勝、敗者復活戦まで行ったんですよ。それももうほぼ関野くんのおかげですから。はい。ということで皆さんね、ぜひぜひ協力してください。さあということで、実際にラフ&ピースミュージックのスタッフさんもこの会議室に一緒にいますので、という話は今しました。すいません、台本をちゃんと読んでおりませんでした。質問とかですかね。あります。あ、そのネタ作りに関してかな。ネタ作りにでもいいし、なんか、はい、うん、何でもいいんですか、うん、なんかね、多分これ一応ね、台本とかね渡されてるんですけど、一応ね、配信1時間の配信番組ってことなんですけども、僕が思ってるよりだいぶ緩い感じでやっていいそうです。だから普段僕がインスタライブとかやってるぐらいの感覚で、あ、いつものインスタライブよりトーン声のトーン1個上げてるなぐらいの感じで見ていただければ。ジタバタオバタの、はい、最後好きありがとうね、これ最後もさっきも言ってくれたね。なので視聴者さんの質問があれば、別にこの歌に関してでもなくても別にいいってことですよね、はい、皆さんのテンションが上がればですね、全然アイデア出していただければ。同じ子ばっかりがね、うん、コメントしてくれてるんですよね。ありがたいんですよ、めちゃくちゃありがたいんですけれども、まずそもそも、あ、でもジタバタオバタはもう後ほどやりますもんね、うん、なんか質問ありますかね、皆さん見てる方々は。一応でこれは総数かな、見てくれてる総数ですか、うん、443人っていうのはですね。コメントをどんどんもらえると、そうですね、うん、コメントをねどんどんねいただけたら、コメントはまだ10件ぐらいしか来てないってことですよね、うん、これね。あ、だからか、同じコメントばっかだなと思ったらね、アイディア出すバタメに回してインスタいても見てます、インスタフォローしてるよ、ありがとう。同じ子ばっかりだ、これめちゃくちゃ覚えるわもう。カッサちゃんとニコちゃん、ちゃんまるが増えた。今チャンスですよ皆さん、こうやってもう直でこうやってあのコメントを読ませてもらいますんでね。 TikTok 好きすぎる、そうだ TikTok だ、いやほんとね TikTok ですよ。あの僕この前あのね、SNS、 インスタグラム、ツイッター、YouTube のフォロワーが1万人以上いる人が行けるっていうなんかパーティーみたいなのに招待されて行ってきたんですよ、うん、で僕ね、なんか TikTok でおすすめ、 TikTok ってやってる関野くん見てはいます、見てはいます、はい、なんか TikTok のおすすめの欄によく出てくるのが、なんかそのエピソードトークみたいなのをめちゃくちゃこう関西弁とかで、なんかいやこれほんまにおもろいねんけど、なんとかでなんとかでっていうのを全部テロップが出てやってるエピソードトーク話す人がいて、まあ僕はその人こうその固定の人だと知らなかったんですよ、うん、なんかそういうのが流行ってんのかなと思って、でそのエピソードトークがね、もう絶妙に面白くないんですよ、そのやってる方がね。絶妙に面白くなくて、それを真似したやつを TikTok に上げたんですよ。で、TikTok で最近よく見るエピソードトークするけどあんまり面白くない人の真似みたいな、ざっくりとしたね、あのいるいるのネタを TikTok で上げたんですよ。でバーってやって、それがやっぱりその見てる人の共感を得たのか、まあまあこう回ってバズってで、あ、いやよくいるわって言ったら、でそこのそのエピソードトークを TikTok でするっていう流行りを作った恭平さんっていう方がいるらしくて、そのブームを作ったね、うん、で恭平さんはどうやらまあまあ面白い話もするらしいで恭平さんの真似をしてる人がおもんないみたいなことらしくて、で僕はそんな全く知らずに、でその SNS のね人たちが集まるパーティーに行って、したらまあなんかそのそういう話になったんですよ。小畑さんの TikTok 見てますよっていろんな人が言ってくれて、でなんか恭平さんの真似とかしてますよね、おもんないみたいな感じでって、あーなんかそうらしいですね、恭平さんっていう人がいるらしいですねっつったら、恭平さんそこにいますよっつっていたのよ、そのパーティーに。で恭平さんも僕がそのそういうおもんないやついるみたいなモノマネをしてるっていうの知ってたらしくて、僕は恭平さんの真似はしてるつもりないよ、
だけど恭平さんからしたら、あ、俺のこと思んないって思ってるおばたのお兄さんで、俺も知らなかったけどその真似をしてるわけじゃん、はい、でもこうちゃんとこう打ち解けて今度一緒にねコラボをするんですけど、この恭平さんって人は有名なんですかね。うん、3月14日おばたのお兄さん会いに行きました。関東以外で初めて見れたの嬉しかったです。あ、多分 NGK かな、ナンバーグランド花月見に行ってくれたのかな。おばたのお兄さんだ、今仕事終わりました。ゆうちゃんさん、 TikTok ってすごいよ今もうだって2018年で一番ダウンロードされたアプリですもんね、日本では。世界でか。そうそう、あ、おばたのお兄さん運動神経良すぎ。結構ね、だからね、僕なんかはもうその4分間のネタを作るって言ったらね、すごいなかなかこうハードルが高い、ハードルが高いって言ったらあれですけど、やっぱり4分間のネタ作るのはネタ職人の人たちに勝てないわけですよ。でも短いしょうもない動画をね作るのはすごい得意なんで、で TikTok とか Instagram っていうのは僕にとってはめちゃくちゃこうありがたいツールというか、こう、おばたの兄さん運動神経良すぎとかね、こんなのも知ってくれてんのも多分テレビじゃなくて TikTok とか多分 Instagram を見てなんだよね、うん、すごい時代ですよね、うん、あ、恭平さんのね、そう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 、この人でもすごいんですよ。 TikTok でだって52万人ぐらいフォロワーいるのかな。TikTok の、しかもね TikTok の今日本で一番フォロワーいる人知ってます？小学生の女の子っすよ。で、2位が柴犬なんだって。人出てこなくて犬で、分かんないですよ、何が本当に今でも分かん、でも僕もこんなん言うとちょっとね、こう戦略的な話になっちゃうのかもしれないんですけど、うん、TikTok をやり始めたのは若年層の認知を増やすために、うん、中高生、小中高生の認知度を増やすために始めたんですけど、これがね、まあありがたいことに僕も今、18万人ぐらいまで行ったのかな、うんうん、フォロワーは TikTok の。これが本当にあの学園祭とか今の時期で言うと、卒業生祝賀会とか、あんなのこう中学校高校とかに行くと、やっぱりもうやる前と今とじゃもう全然反応が違います。もう中高生からしたら TikTok の綿のお兄さんだになっちゃってますね。大学生は Instagram のだし、そう、いやすごいですよ、もうね完全にこう年齢層によって分かれてますね、 SNS が。そう、学園祭行くと分かるかもね。分かる、本当に。だって前回のこの、この番組歌ネタ作り中が西村ひろちょさんだったんでしたっけ、うんうんうん、西村ひろちょさん多分皆さん知ってると思いますけれども、西村ひろちょさんなんか、あのグーチョキパーのね、うん、ロマンチックなグーチョキパーのネタがあるんですけど、うん、その音源が勝手に使われて、うん、TikTok 内でいろんな人が真似して言ったら、ひろちょさんの、ネタをやってる動画じゃなくて音源だ、うん、どこまでいけたんだろう、ひろちょの TikTok あたりで止まりました。止まりましたね。ひろちょさんの TikTok のどこの話まで行ったんだろう、いけたんだろう、多分グーチョキパー、うん、なるほど、うん、ひろちょさんの、グーチョキパーのネタがあるんですね。ロマンチックのグーチョキパーのネタがあって、その音源のみがこう TikTok で使われてると。でもひろちょさんが実際にネタやってる動画は載ってないという感じで、音は知ってるけど誰がやってるのかは知らないっていう状況があって、うん、で学祭にひろちょさんが今年ね、あ、2018年学祭にバーって出て、どうも西村ひろちょですっつって、なんかこう、あ、まあ知ってるかもなーぐらいな感じで、うん、じゃあいざネタ始まりました、グーチョキパーの音流れますってなった瞬間にドカーンってなるんですって。この曲の元の人ってなるんですか。なるほど、これめちゃくちゃすごい現象じゃないですか。そうですね、ほんと。そう、曲ありきか、曲ありきなんですよ。そう、いやだからね、うわすげえなと思って。でそれで近いこと言うと、中学生、高校生はないけど、まあ、中学生ぐらいで言うと、あのね、花より団子がどっかの東海地区だったかどっかで今年
2018年の夏だか秋だかに再放送されたんですって。でその時に小栗旬、花沢類が出てきて、まあ昨日とかってやった時に、うん、小畑のお兄さんの真似だって言ってる子がいたんですよ。そうだから若い、そう逆転しちゃったんですよ。若い子の中では、うん、まあ昨日っていうのは小畑のお兄さんのギャグだと思ってる子がいて、それを小栗旬が真似してるっていう逆転の展開になってる。だから時代がね、もうこれ何が何だかもう分かんなくなってるますからね。自分のその子が入ったネタがどれかによるってことですね。そうですそうです。小畑のお兄さんの話が聞きたいよ。ああ、ありがとうね。本人知らないのに流行ってることって多いよね。そうなんですよ。花壇大好き松潤、まあ昨日花晴れにも出てたね。花晴れにね、そうですね、出てましたね。若い子は花晴れが先かもしれないですね。あれもでもね、俺もラッキーだったんですよ本当に。花晴れもね、うん、だってなかなか、だってあの花より団子も僕が花より団子の小栗旬をやってマーキノってやるのも2016年末2017年にやって、いやいつの時代の小栗旬やってんねんのツッコミありきで僕やってたんですよ、うん、先輩たちにツッコまれるっていう、うんうん、ただねそれが2018年でちょうど1年前だ、この4月からのクールのドラマだったんで、それで小栗旬さんが第3話にね出てきてこれすごいよ。で今年に関してはあれですよ、宝塚も花より団子が公演するんですって。うーん、そうだからね、またねちょっとそっち方面のファンの方にはねそうだからラッキーなんですよね。なんとなくこうついてきてるんですよね。ずっとできるね、マーキノのギャグ、うん、そうっすでもやっぱ小栗さんにはね言われましたね、お前いつまでそれやっていい加減新しいねあれ言われましたけどまあそんなこんなで、まあ時間も限られてますからね。はい、ちょっとね、いきたいと思います。ちなみになんですけれども、多分まあコメントしてる方はね限られてるんですけども、まあそれ以上に見てる方がいると信じて告知をしますけれども、僕がですねこのラフピーラフ&ピースミュージックですね、ラフピーに楽曲を出しているのは皆さんご存知でしょうか。知らない人のためにちょっとご紹介させていただきたいと思います。ジタバタオバタというね歌ネタがございます。ちょっとこちらです聴いてください。ジタバタ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 オバタ、いろんなところおばた、ジタバタ、こんなジタバタあるよね。まあみたいな、はい、こんな感じで。これは皆さんの身近にあるジタバタを紹介というかリズムに合わせてやっていくネタなんですけれども、これはね実際にねこの前もなんばグランド花月、もうお笑いの聖地、吉本の聖地ですよ、ナンバーグランド花月大阪にあるね、そこでねこのネタをやったんですよそしたらね NGK でやるネタじゃないって言われましたこんな神聖なところでやるネタではありませんって言われましたっていうのもこれジタバタオバタって、これレコーディングだからもちろんちゃんときっちりネタ入ってるんですけど、僕ね一回も成功したことないんですよこのネタ。リズム結構早いから途中で疲れちゃってね成功したことないんですよ。そうなかなかね難しいネタで、これもネタだとね、あそうラップが入ってくるんですけど、このラップも最近ではなくしてます、失敗するからこれは大縄跳びの縄に全然入れないですね、ジタバタしますからねみたいな、というところでね、シュークリームをかじって逆からクリームドッピュンジタバタしますねみたいなことです、うん、まあこのですねネタを一緒にぜひ考えていこうではないかということなんですけれども、じゃあですねもう行きましょうか。まあこれ発表するのはまた後ほどですもんね、はい、これは後ほど、今ですね皆さんにそのジタバタのシチュエーションを考えていただきまして、後ほどちょっと作成するので一旦
あ、NGK で見た人いるんだって。 NGK で見てびっくりしました。へー、多分レアですよ。もう一生見れないと思いますNGK では確かに。でもね、これラフ&ピースさんには言ってないんですけど、これあの、おばたのお兄さんチャンネルで今ですね、ちょっと PV 作ってます。下畑おばたの、はい、PV をあの自作でちょっと作ってまして、まあこれチャンネル再生ね、回数を稼ごうと。っていうのも違うんですよ、これハンニャの川島さんのお子さんが今3歳ぐらいかな、3歳4歳ぐらいで、でまた別の知り合いがいて、ジタバタオバタのなんか音源かなんかを川島さんが面白がって聞かせたんですって、お子さんに泣いてる時に。そしたら泣き止んだんですって。で他の子供も3歳4歳ぐらい泣き止んだんですって。見せたらで、じーっと見て、ジタバタジタバタオバタってハマったんですって。へー、このジタバタオバタっていうフレーズとこのリズムがもしかしたら子供が好きなたまにテンポ感とか言葉とか言いたくなることなのかもしれないってことで、これは金の匂いするってことで今で作成してるんです。後輩に手伝ってもらって。へえ、そうそうそう、ゆうなです。ゆうなちゃん最後の爆中かっこよかったです。子供受けいいね。うわー、相変わらず同じ子たちがコメントしてくれて、なんでみんなコメントくれないんだろう。なかなかね、確かにここまで845人ぐらいは見てくれてますけど、まあみんなね、どしどし。あ、これ確かあれっすよね、なんか登録しないとコメントはできないみたいな感じですよね。いや、コメントは大丈夫、ね、あれできますっけ、うん。さあ、ということで、まあ、後ほどですね、皆さんからネタ案を、どんどんね、募集しますので、なんとなくね、こう、最近あって、例えばですけど、自販機でジュース買おうとして、130円の買おうとしたら120円しかなかったとか、もうとか、もうクソみたいなシチュエーションです。こんなね、やつをね、こう募集したらですね、この今回はジタバタオバタのパート2として第2弾として作っていきますので、まあ、ジタバタあるあるをですね募集したいと思いますので、なんかねこう送っていただけたらありがたいなと思っております。カズサ覚えてくださいね。カズサちゃんね、顔とね名前でいつもねこう覚えるのでね、まあ、名前だけは覚えました。とりあえずはい、僕はシビアに行きますんでね、はい、なんかいろいろこう会いに来てくださいよね。お金をどんどんね落としてもらわない僕にお金落としてもらわないとシビアに行かせていただいて、多分ゆうなちゃんはねめちゃくちゃなんか来てくれてるんですよね。お金落としてくれてる子ですから冗談ですけれどもね、はい。